はいえー、ひとつき万歳清水です。今日はですね、オリンピック汚職問題、安倍晋三亡きやとのですね、えー、検察に対する抑えが効かなくなって、ですね検察ブチ切れということで、たまににたまった恨みを、復活してやるーっていうことで、えー、今日はですね、本間さんとあの話をしていきたいと思うんですが、昨日ね、あね、高橋逮捕という動画でも解説したんですが、オリンピック電通、えー、元専務がですね、えー、逮捕されましたよね。 で逮捕されたんですけど、いや、本間さん、もうすでに話していたことですが、この高橋専務だけがですね、えー、よいしょ、よいしょとお金を動かしていたのかと、何億も、なわけはねえ、なわけはねえねえー、そうではなくって、当然、政治家側にも実動部隊がいただろうということで、昨日名前が挙がったのはですね、うちの番組で、えー、ジャーナリストのですね、えー、佐藤さん、ね、平井元デジタル担当大臣、こちらが。 財保の可能性が出てきたーということでいいねいやーいいじゃないですか本当にねちなみにあのー、このね平井大臣すでにもうお忘れかもしれませんけどオリンピック問題で1個ですねやばいのがあったんですようんそれはオリンピックのアプリ開発ああそう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 それねあったでしょオリンピックあったあった,あったはい あ,ったねあのー、どういうアプリかっていうと、えー、オ,リンオリンピックで、えー、外国人の観光客がいっぱい入ってくるとでそれを管理するアプリこれがですねなんか高すぎるやろおいっていう意味がわからない金額だったんですよ<れ>でこの高すぎるけど意味がわかんねえよっていうこの金額で当然オリンピック無観客になったから <laughs> あのー、いい計あの削減されたんですよねうん <laughs> でもね削減されてもまず当初の予算が73億円うん高っ <laughs> そうなんだよそれね <laughs> <laughs> それかそう73億円あってそしてそれが38億円まで圧縮されたんですよそれでも高いから <laughs> 38億円って いやー私その金額聞いた時に38億かシン・ゴジラ並みの映画8本ぐらい作れるなっていうふうに思いましたけどそっちの方が国のためになるんじゃねえかって思いましたけどで、ね、まあしかもその、あのー、問題でいろいろね、えー、平井大臣あの暴言を吐いたりですね下請け先の株をもらっていたとかですね、まあ、うーんいろんなものがあったんですよなるほどだから 高橋から云んではなくて、うん、とにかく、てめえが稼ごうとして、オリンピックにコミットしてたっていう話になんね。っそうですね。あのー、うん、これ高橋の子分、要するに今回逮捕された、えー、電通のですね、元ね、あの、専務である高橋さんの後輩でもあるんですよ。そうそうそう、うん。後輩でもある。うん、これはまあ、あのー、事実なんだけども、 えー、か,らかつこの四国新聞のねあの四国を牛耳るメディア王の、まあ、一族でもあるんでこの平井さん,んねすごい電通と相性いいんですよ、うん、で、えー、あのもう今月末で閉じてしまう六本木ねあのソライエというステーキハウスにも何回も行ってですねわざわざ口コミサイトにですねフィレステーキが最高ですとかって書いてるだよいやあれさもう 営業マンというか古文としての鏡だと思いませんか広告代理店だったらやりそうだなってすごいっていうか俺でもやるわって思いました営業マン時代だったらそういうことはでそれをちゃんとねスクショを取っていや今日美味しかったですでもこれをみんなに伝えたくって高橋さん本日はごちそうさまでした口コミサイトにも書いておきましたって LINE する俺だったらそうやってベロ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 ベうベロベロベをベめる <laughs> いやー営業マンとしては鏡ではあるんですけどもこの高橋さんがお金何億と動かして今裏金疑惑でねあの逮捕されているんですけどもそれに当然関わってるわけですよでだったら俺だって一丁やりてえわって思いませんかねみな誰しも思う誰しも思うよねそりゃだってトップは裏金で儲けてるのに俺 なんかリスクだけ踏んでそれでおしまいちょっと嫌ですよねうん、うん、みんなねみんな嫌だよみんな分け前欲しいのよさそれ<う>で群がってくるわけだよねでもう群がって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 るわけだなるほど、うん、そうかろいはその線がそうなんであるんだよね、うん、そう昨日。 ロフトプラスワンで、うんうん、やったあのイベントでもダース・レイダーさんが平井はその線が濃厚なんじゃねえのってさらに、ですねこの平井大臣ね、オリンピックアプリ総額73億円が38億まで、えー、圧縮させて NEC、えー、だったかな、どっかが、あのー、えー、減りすぎやだっていうふうに言ったら、てめえ、欲してやるとくねえろっていうね。 この暴言とかも入っていたんですけどあの最あの金額が半分に圧縮されたじゃないですか、うん、金額が半分に圧縮されたのにあの平井大臣が株を持っているところだけ金額を圧縮されなかったっていう疑惑があるんですよわかりやすすぎ,すすぎバカだそれ <laughs> あわかりやすすぎちゃって どうしようもないぐらいなそうでもうオリンピックの汚職でさまあ細かくはねあのそこら辺の経緯は佐藤さんの昨日公開した動画を見ていただければいいんですけどいや他にも来るでしょこれはうん平井だけで終わらないよいや平井のそれがさ問題だっていうならばさ、うんうん、オリンピックなんて至るところにあるじゃん至るところにありますよ至るとにありますよ至るような類のものがねうん 山のようにあもうあれじゃん検察超えてわーってこうトランプさんをよーってやってどれにしよかなってやれるよほんとうトランプ50枚ぐらいのうちですねあのー、1枚以外は全部ジョーカー入っててはいであのー、自民党議員に持ってってジョーカー引いたらあんた逮捕ねっていう, <laughs> どうするて <laughs> それぐらい真っ黒なんだよオリンピックっつうのはうね ああ。いや、それはそれで大変いいことだよ。うん。うん。あのー、だからさ、オリンピックなんて、これね、ほら、俺の本に書いてあるけど、うん、嘘と借金まみれって、ちゃんとこの帯に。まあ、これ、あのー、あのー、ちくま、あの、ちくま書房が入れたんだけどさ。うん。うんうん、嘘と借金まみれプラス利権まみれ。うん。 なわけでね。うん、まあ、それがようやく、いや、それで、だから特捜がさ、なんか、俺たちがもう全く気づかなかったようなラインを、うん、でいきなり釣ってきたら面白いけどね。うん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 。うん、あ、こ, <laughs> こんなところにまであったのか疑惑がーって、今のところですね、ずーっと本間さんが2年間言い続けたこと。これが、わかっているだけ。うん。たそれだけです。ね。 でもこれでさ、嫌いあって、さらに、もう一人、二人みたいなさ。そう。まあそれはね、今日公開の,あの21時の動画を詳しく見てほしいんですけど、いやー、まあでもね、この高橋さん、私、あの、ロイターの記事に載ってる高橋さんの写真が好きで好きでたまんなくてですね、もういかにも悪そうな感じのアングルでたら、これ、承知疑惑、9億円疑惑の時。だからこれまだ、あの、まだこれは、 この容疑では逮捕されていない。二千十二年ぐらいなんだろうん。そ,<れ>そう、もう、まあまあ、ね、十年前だよね。いやー、十年前ですよ。いや、いかにも悪の親分っていう感じのですね。お写真なんですけど、まあ、この人一人でやれることはあのできないから。他にもいろんな人が関わっているんだけど。 オリンピックに関してね平井さんがそれでダメだって言うんだったらそんなの中抜きしてた人言い放題だようん。いっぱいおるで。っていうか竹中平蔵ねどうすんの竹中平蔵。ねだから竹中平蔵もさ。ねいやーも,うもうそんなんだったらいくらでもいる気いますけどみたいなね。うん、で今回ねあの青木の会長だけじゃなくって、うん、お金渡した側の青木のその経営陣。 うん、青木は4人逮捕された。うん。ね。これ要するに私した側ももう揺らさんぞっていうことじゃないですか。うんなあ。青木会長と、えー、プラス3人合わせて、4人じゃなかったっけ ?3 人だったっけまあ、あの、そういう状況なんですよ。あ、3人だ、三人だ、ごめんなさい。うん。うん、だよね。うん。これもなかなか、だから、多分今、震え上がってますよ。で、検察がなんでこんなに、 あの動くのかっていうと、うん、ちょっと思い出してほしいんですけど自民党が野党に落ちた時ね悪夢の民主党政権ってて言ってましたよね、うん、でも検察からすすると悪夢の自民党政権なんですよ、うん、だって真面目に仕事しようと思ったら上からグチャッって押さえつけられてでかけ麻雀とかしてるやつがどんどん出世していくって普通か考えたら悪夢じゃない まあたまりにたまった怒りがどっかで、うんうん、出さなければならんそ<う>っていうことなのかもしれない。うん、で権力でさ抑えつけててさ ね、もういくら嘘ついても検察も抑えられる国民も騙せるなんだもう国会で118回桜を見る会だけで嘘ついてても OK だし俺偉いしって確かに逮捕されませんでしたね、うん、でも自国の閻魔様に連れてかれちゃったじゃないですか、うん、安倍晋三さんだからそういう意味では私国会議員の自民党議員のあの安全のためにもですね えー、悪いことをしたらダメっていうごく当たり前のことがですね復活しないと厳しいと思うんだけどなちなみにあの高市早苗の事務所にですね脅迫文届いたの知ってます知らあの脅迫状届いたんですよ高市早苗のところに何あの「地球外生命体はされ」とかそういうそれは脅迫状ではなくてただの暴言 暴言これは何かというとですね「えー、首を洗って待っていろ」っていう「首を洗って待っていろ」などと書かれた脅迫状が届いていたとこれ高市直也、ね、経済安全保障大臣の事務所に「首を洗って待っていろ」などと書かれた脅迫状が届いていたということが分かりましたこれはまさにあの11時半ぐらいのニュースなんですよ、はい、今日の。 で、今のところ、高市さなえの事務所は被害届を出してはいない。だけど、まあ、怖いじゃないですか、こういうの。何の件、何の件で首を洗う、洗って待っていろっていうのはわかんないけね。まあ、うん、何でもいいんじゃないですかね。首を洗って待ってて欲しいじゃないですか、自民党議員、特に閣僚。嘘つきだらけじゃないですか。でも、だからといって、 ズドーンなのか、グサーなのかって、こんなん絶対ダメよ。うん、ダメなんだけど、あそこまで権力でさ、あの、<laughs> 内閣改造を見てもさ、統一協会は一掃する。っていうふうにこう言ってですね、ね増えたむしろ。増えた閣僚の中で増えた、うん、しかも政調会長が。萩生田光一。 一番仲が良かった。いや、かもう、あいつ、指摘されるまでは、黙っていた。さ<あ>っていうね。それ、それ見たらさ、首洗ってほしくないですか。そうね。うん。あいつの場合は首というよりも、腹かな。まあ、あの、ちょっと。恰腹がいいかなっていう気は、うん、あの、萩生田さんはしますよね。あいつは、こう、ここに、こって、<laughs> いやいやいや、だめだって、それ。 ダメなのよだからあのそういうことにならないようにするためには例えばオリンピック高橋さんがねあの逮捕されてで「あ実は私もかかったんですごめんなさい」っていうふうに自浄作用を働かせることができたらねこれは圧力減るじゃないですか。だけど。でも事情作用って あの萩生田とかの辞書には、自浄、うん、作用という文字はないって書いてあるよ。うんうんうん、まあいやいや、萩生それ、それなんか世の辞書に不可能はないみたいな、ナポレオンの辞書みたいに、そんなこと言ったの、萩生田さん。<laughs> <は>私のお腹に自浄作用はないっつって、ないない、ないよ、自浄作用があったら、あんな腹してねえよ、いや,いやいやいや、やだ、ただ食べ過ぎですよ、統一教会と一緒にあのバーベキュー食ってたんでしょ、僕うん、もうい 毎週バーベキュー食ってたからああなったんだよ。で、多分家族同然の萩生田さん、すごいなって思いつつ、ちょっと食いすぎかなってううにあっ思っ、<laughs> まあ平井がね、こう捕まってで、それだけでね、この立場で、このやり方で捕まるんだったら、他にもたくさん出てくるし、まあ、でもなんかオリンピックっていうのがすごいダメなものだっていうことがよくわかる、いいことだと思うよ。そそしてそれが私は えー、政治家にとっての安全も確保できると思うだって高市さんなとかのところにも脅迫状が来たりしてるぐらいですからまあじゃあそういうね<ー>あのことって何かっていうとやっぱり国民踏みつけてるからだよだから、ね、まあだから <laughs> 安全のためにも悪いことしたらダメよっていう <laughs> まあ当たり前っちゃん当,当たり前っちゃ当たり前なんですけど、はい、嘘ついちゃダメよっていうのって安倍さんって守ってました 守ってたんだよ、彼の脳内で。いや、そうだの、ちょっと衝撃なんですけど。<laughs> 彼の脳内では守ってほんまにほんまにほんまさん。ほんまほんま。ああ、私は。彼の脳内ではそうだったけど、うん、一般の人から見ると、まあとんでもねえやつだったけど、うん、彼の脳内では、まあ、私は正しい。正しいの なぜならば私は正しいからだっていうね <laughs> あの中世の王様だったらねそれでもいいんですけど <laughs> まあでもね彼の行動原理ってそういう感じだったじゃないうんまあなまあここで一つちょっと日本語を一つ紹介したいと思います「天網開会そにしてもらさっ」っていう言葉がありますよね うん、はいあの天の神が地に張り巡らした網はねゆったりしていて荒いように見えるけど決して漏らすことなく絡め捕らえるつまり悪事を行えば一時的には逃げおうせるなどうまくいったように見えるが結局は捕らえられその報いを受けるのであるとうーん怖っ、ね、ああちょっとなかなか胸が痛くもなることなんですけどもこのね 天を解解にして漏らさずというのはですね、多くの人は法の網に絡め取られるっていうふうにね理解してる人多いんですけども違うんですよ天のの神様の網ですからね。だから法の網を乗り切ったぞーってあるいは権力でブチブチって破ってやったぞーって思っても神様のものには取りまつあってなってズドン。 まさにね、天の廃材っていうやつよ。いやー、これはね。うん、まあね、安倍、うん、うんそう、まあ、安倍、うん、だからオリンピックに限って言えば、安倍がオリンピックをやることによって、なんか現金的な、金的なものを受けたかどうかわからんが。うんうん、ただ、まあ、彼は承知をした時の首相であってさ。 まあ、相当気合い入れてたしさ。うんうん、で、その招致を決める時の、えー、あれはどこだっけブラジルかな、えー、どっかでやった決戦大会。あのー、買収したってやつですよね、票を。アフリカ票をまとめての時の決戦大会、うん、招致委員会そうそうそう。うん、だ招致大会で結局ほら、首相がさ、うん、出てってさ、吉島はアンダーコントロールであると。うん、って言って、 まああれ結構大きなね。うん、やっぱり福島の、えっと、福島のその原発事故からまだ2年しか経ってなくて、うん、日本は大丈夫なのかっていうふうにね、うん、当然言われてたからさ。うんうん、それはあれあいつがアンダーコントロールで、オッケーオッケー大丈夫って言ってさ。うん、で、何があってももう政府が全部結持つから、うんうん、東京よろしくって言ったわけじゃない。だから、 まあ、その、例えばその高橋みたいに金転がしてさ、うん、自分の懐に入れてたわけではないかもしれない。まあ、それわかんないけどね。わかんないけど。うんうん、それでも、やっぱり彼には、オリンピックを承知した、やっぱり最大の、彼も功労者なわけです。だからどうしてもこのオリンピック、なんかオリンピックとはなんかちょっと、ちょっと遠いように見えるんだけど、うん でも実は最大のの労者の人だよね彼、うん、だってそれ検察の任意聴取言ってたんでしょ。ね、<laughs> 俺が連れてきたオリンピックの文句あんのかこれは俺の功績なのなんだこの野郎っていうふうに任意聴取8回におよびこう言ってで最後の時にまた、あ、説教垂れてやるか検察の赤うがっていうふうに言ったらあっ今日逮捕状あるんで今日帰んなくていいんですよって言われたんで。あの 豪華小菅ホテルで寝泊まりしていただくんで、<laughs> 入らなくていいです。毎晩破壊してください。<laughs> っていうさ。うん。そして昨日も言ったが、今ね、小菅の6畳ぐらいの個室で。考えてるわけだ、今。これかは、これからが本番や。ほんと決戦だ <laughs> 今だから、ほんとに。今、ほんとに込まれてるからね、今。そう。今までもう、ほら、アザブのあの、あれ、アザブだったっけあの、マンショいやー、ちょいちょいちいちあれ、世田谷区です。あ、世田谷区。世田谷の一戸建て。ねすごいでっけえ。豪邸。巨大な一戸建て。あれがさ、あの、まあ、高市帝国の。最終防衛ラインだったんうん。で、それ今破られちゃって。うん。でも、ね。 もう、お国のために、これからお国のために、ね、もうね、申告は不滅だこの場合は申告って電通、ね、<laughs> 電通は不滅だ <laughs> 電通は不滅だっ,つって。まあ、でも、<ー>当然高橋は、ええー、平井の件に関して検察から聞かれますよね。聞かれる、聞かれる。それはそうだ、ん。 でこういうラインの話あるけど揺らされるんんですよねうん、ちょっと認めてくれたら減らしてあげるよしこういうやつかもしんないよぐら,ぐら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 って。まあってそれはさ関係者みんなにやってるわけうん,うんうん。いやなんかあの<あ>ネットでね記事まあテレ朝とか日テレとかいろんな TBS とかの記事をあの見るとですね映像ついてるじゃないですかテレビで流れてるうん、うん、あれ見るとさ 元高橋さんと前取引のあった男性経営者が言うにはっていう感じでこうモザイクかかってた。いや、私はあの人はコードコードで怒ってました。て出てたり、元電通の関係者と、いや、私はこれにこいつをどうのこうと、だから <laughs> アパレルメーカー、うんたらかんたら関係者と、いや、私はどうのこうろとやめてた <laughs>。 <laughs> こいつは仕事にした可能性ある人たちだよって逮捕、まあ、された映画ちょんって言って裏切ってる人たちをまるでさ私は被一緒で本当に大変でしたみたいな感じでもなんか出てるの見て何か今高橋さんの周りこうやってーってであの高橋さんの,あの小菅豪華拘置所ホテルにはですねモザイクの入っていない映像こいつもゲロったけどいいの <laughs> こいつもゲロったよこいつもゲロったよ 高いちゃんもゲドっちゃいなよってこう多分言われてるんですよまあ言われてるねかわいそうに <laughs> 78歳だから答えるで答えるよねあー俺の人生何だったんだろうってさ思うわなこれは朝から晩までさうん試験、うん、に呼ばれてさ、うん 今度はね、<で>小菅から地検はね、汗臭い警察、うん、あの、警察官がこう、一緒にこう、両方に、両肩にこうやってびっちりくっついて、うん、あの、パトカーかなんかで運ばれるからね。でもどうなんですかね高橋ぐらいの大物だったら、拘置所まで来るんじゃないですかね、検事が。どうなんだろうああ<ー>、そのまあその、そういうパターンもある。うん、うん、そういうパターンもあるね。うん。そういうパターンもあるかな。うん、どういう、どっちなのかな。うん。うん あのー、確かそういう、うん、まあ、そういうパターンで、ただ、ああいうのって、来るっていうのはやっぱり、相手が高齢で、うん、体への負担が大きいからとかそういうんじゃない限りは、通常はやっぱり、ね、検事のところに出向くけどね。なるほど。出向かされるんだうん。うん、うん。まあ、あのー、小物はさ、うん というかのもってかもうほ,ぼほとんどの人たちはみんなああののほらあのバスで護送されるわけうん,うん,、うん。みんなこんなはつけられるてそうよ、うん、腰縄つけられて、ねうんうん、逃げられない腰縄プラス手錠だからうん、うん、あれだからねな,なんか前実験事故があったんだよねあそう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 そっそう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 ん。うそ 一本の紐で結ばれてるからら逃げられない一、うん、人死者が出たことがあったんだよねでも高橋さんは大丈夫有名人だから <laughs> あの一台一人一台でいけるか <laughs> ビップ待遇ですねビップですから <laughs> いやで検察がなんでこんなにねこの野郎って思ってるかっていうとまあ自民党にとってはね悪夢の民主党政権だったんだけども あの検察にとってはですね悪夢の自民党政権なんですよでこれでね恨みがたまりまくってる、うん、で今回も検察に読売がにリークしたじゃないですか、うん、でだからなんかねあの詳しくは佐藤さんの動画見ていただければいいんですけどね昨日の動画見ていただければいいんですけどもう逮捕できなくてもいい逮捕できなくてもいいお前が権力使って逮捕できなくしてもいいの代わり 全部バラしてやるからなリークしてやるからなってでそれで逮捕はされないかもしれないよだけど政治家としてはお前終わりだ <laughs> それぐらいなんかムカついてるなるほどね <laughs> まあ確かにさやり,やりたいほどやりすぎたんだよだってやりすぎだよいくらなんでもさやっぱりやりすぎたわけや、うん、なんだってやりすぎはダメだっつうん、うん 過ぎ、ね、たるもよのは及ばざるがごとし天も開開祖にして漏らさず過ぎたるものは及ばざるがごとし人生万事さ法うが馬というじゃありませんか採用がうょ、まうん、でなんかねあの今毎日新聞のニュース見たんですけど、えー、元五輪汚職は元理事高橋さんが青木に協賛金値引きを持ちかけたっていうふうに出てますね。うんうんうん 要するに10億とか20億かかるけど、俺に言ってくれたら5億とか7億5千万でできるよ安いでしょ、お得でしょ、だから俺に金払ってっていう。いや、これ完全に増収割だと思いますけどね。<laughs> これはもう。<laughs> まあそうね。<お>勝手に値引きしてるわけでね。<お>まあ勝手にっていうかさ、一体、 スポンサ料っていうのは一体いくらなのかっていうのは、うん、各スポンサーには全く明かされてないから。大体、うん、いいこんなぐらいいって言って言われるわけよ。うんうん、30億です、50億ですとか、うん、言われて、え、じゃああのー、じゃあ例えばみずほ銀行がさ、え、じゃあ三井住友さんいくら払ってるのって言ったって、それは秘密ですっていうて、うんうん、それは答えないでしょ。答えないんだけどね。うん、ただまあ、あのー、なんていうの えっと、青木があのー、入ってたえっ、ー、とオフィシャルサポーターっていうのはうん、うん、オリンピックのスポンサーのカテゴリーが三つ上から三つあるんだけど、うん、えっとゴールドと、えー、パートナーとサポーターオフィシャルサポーター、はい、オフィシャルえー、っとオフィシャルサポーター、オフィシャルサポーターと、うん、オフィシャル、えー、もう一つなんだっけえ？ オフィシャルパートナー、オフィシャルサポーター。パートナーサポーター、うん、だよね、うんで。一番下だと。そうです毎日新聞にも書いてあるけど、4段階ある五輪のスポンサー枠で最もランクが低いオフィシャルサポーターを上げ、基準額として15億円を提示。ただ、うん、同社が五輪承知で資金を、ね、拠出していたことなどを理由に、半額の7億5000万円でスポンサーになれると打診、うん、で、こっからが、ね、なんか意味わかんないんですけど、えー。 その7億5000万円のうち先に2億5000万円を払ってね。でもね、ね組織委員会に払っちゃダメダメだよ。これはね、電通の子会社に払ってっていう。いやで、そこで高橋さん一直径ピー,ーでして、ステーキ屋で借金返済とからで、これはだから増収愛でもあるけども、貿易詐欺ですよ、単純に。<laughs> 詐欺。これは問題だよ、ね。うん。俺が意味わかんない。で、これが青木会長の方が高橋さんに騙された気分だ。 って言っている根拠ですよね、これは。まあね、そう。でもやっぱり安かったわけよ。うんうん、俺も、あのー、その、スポンサーがいくら払ってるのかっていうのは、やっぱり全く発表されてないんだよね。え、うん、一体、でも大体これぐらいだろうっていう金額あ、うん、たりをね。 うん、ゴールドは1社当たり150億、オフィシャルパートナーは約60億。うん、オフィシャルサポーターは2、30億円程度じゃなかないだろうかと僕、俺この自分の本に書いてある。うんうん、まあそれは別に俺が勝手に考えたんじゃなくて、いろいろなそのオリンピック関係の本、うん、読んでると大体そういう金額になる。だから、うん、オフィシャルサポーターだってまあ20億ぐらいは提示されてたはずで。うんうん 7億5000万円でやれればめちゃくちゃ安い、うん、ってことになるんだよね。うん、ただ、まあ、あのー、あそこ、その青木がオリンピックの、えっと、オリンピックサポーターになったのは2018年、うん、オリンピックまであと2年しかないわ、うん、なオリンピックだよ、オリンピックだよっていうふうにロゴとか使える期間が短いから、まあや、や、うん、ら、うん あの、安くなってるんだろうなとは思った。ただまあ、その安くするかどうかっていうのは、組織やっぱり組織委員会が決めるわけだよね。組織委員会が、ね。うん、組織委員会のマーケティング部っていうところが決めるわけだ。でもそこに青木に対して、いやだって他のところはちゃんと20億とか払ってるの、ねうん、青木だけ7億円でいいんですかっつう,んうん、うん、話は当然出たはずなんだ、ねう,んうん、うん。でもそれを、 電通から出てる奴らがみんなで、みんな寄ってたかって、いいんですって言って、その金額にしちゃってるわけ <laughs> いいんかい。いいのよ。ああ、電通さんが言ってんだったらいいね高橋さんが言ってんだったらまあいいんだろうっていうふうに、取りまとめ役だからね。あそうそうそう。うん、だかそういう、まあそういう流れでね。うん。多分、だ、うん、か他の理事なんかさ、 青木がいくらでなったかなんて全然知らないはずよ。うんうん、あの、報告さ、最終的に決まった後で報告されて、あ、そうか、青木になったんだと。で、7億5千万でなったんだっていうのは、それは報告されたと思うけど。うん、その交渉過程とか、うん、え、他社に比べるとずいぶん安いなって思っても、うん、もうすでに決定事項だから、うん、他の理事が口発す、差し挟む。うん、余地がないわけよ。 なんかだって、<そ>あのね、高橋っていうか、その、うーんとー、スポンサーを探してくる作業っていうのは、うん、全部電通がやってるんだ。うん、理事が自分で汗かいてさ、うん、誰かの理事がね。うん、すごい汗かきまくって、一社こういう会社があるんだけどって連れてきた例なんて、絶対あるはずがない。うんうん、全て電通が探してきてさ。うん で、電通が、えっ、ー、と、この会社は100億、この会社は150億、うん、この会社は50億みたいなさ、値段も全部決めてるわけです。うん、まあ、理事なんてね、何の権限もないわけだ。うんうん、だけど、そこに、一人だけ、目を乱々とこう、輝かせて、異常な権力を持ってる奴が一人だけいたっていう話だ。まあ、結局。で、<ぁ>誰も、 うん、うん、まあなあそうだね安くしてあげる代わりにお金もらってたんだよっていうことになりゃあ,さ、うん、あのストーリーとしては分かりやすい分かりやすいねうん裏金で公共事業入札みたいなイメージですなうんこれはそうだねそれに近い話になって、うんうん、ああんつうか まあでも検察が頑張る理由もわかるよむちゃくちゃにされてきたもんうん、ずっと心で一発心<な>、うん、で一発こうねのしつけてお返ししようと自民党にあさあそう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 いいんじゃないのいいんじゃないのちなみにあの検察があの正義感に溢れてるというよりかは支援で動いてる方が私はよっぽど好感が持てますけどね <laughs> あれな人間だからね, <laughs> だからねそれゃ10年間もさあの自分の仕事真面目にやってたらさあのいっぱいあったんだよ例えば森友問題でもさ赤木さんがお亡くなりになったみたいでこれはでもダメあれはダメこれはダメとかっていうふうに言われて悩んでた職員いると思うよ。それがもう10年間もう我慢した我慢した我慢して我慢して我慢して我慢しいう時についに餓死ん昇胆の時が来た <laughs> みたいな。 そういうそういう流れ。芋を舐めて頑張ってきたんだよ。芋芋イモ舐めてかじるんじゃなくて、ご飯がなくてね。肝をさあそうかそうかそういう意味で。肝を舐めてさ頑張ってきたのよ。ああべって書いてある肝を舐めてきたんだよ頑張ってきた。そしたらその宿敵がいなくない。 まあこの際、奴がいなくなったんだったら、この際もうちょっと格下になるけど、これでもいいや、みたいな感じに今なってるんだよ、きっと。まあ、そりゃそうでしょう、実際、うん、その検察が狙ってたのは安倍なんだけども、どうしてもダメだったから、もう地獄の閻魔様にね、もうそれはお任せすると、じゃあ現世に残ってるやつなら、うちらにお任せください、なんばみたいな声ですよ、かっ 平井いい、ね、早く逮捕してほしいなまあ佐藤さんの予想では8月末、うんうん、に行くみたいようん、うん、でなんでそんなに急ぐかっていうとあの国会開いちゃうと不逮捕特権あるじゃないですかそうねあるからねうん不逮捕特権が今のところ大丈夫なんですよね国会開いてないからうんうん 逮捕許諾請求権ってやつを出さないとだめじゃないですかそうそうそう,そう、うん、であの逮捕許諾請求っていうのをやるとですね現時点ではあの自民党が、まあ、言ってみれば与党ですからこれができないわけですよね、うん、突っぱねられるから国会を開いてるとね、うん、開いてなきゃ関係ねうんどしどしやっとしね,ねで直近だとその逮捕された 珍しいのは、えー、思い出すのはやっぱり鈴木宗男さんだな逮捕許諾請求であ<ー>あの認められてだいぶ昔だよねだいぶ昔もう20年ぐらい前あの若かりし頃の田中角栄とかもそうですようん、うん、まああれはもう戦後すぐぐらいの話ですけどねまあだからなこうやってどん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 あ,あの海が出るのはいいことでしょうでここで海出さなかったら もっとひどいことにななるるような気がする、うんうん、もっとひどいっていうのは国がダメになってしまうじゃなくって自民党にとって良くないと思うんですよね。だってあの抑えに抑えた首相元首相がズド,ドンとやられちゃったわけで。ていうかなんか私だったらなんか怖くなってああちゃんちょっと反省するような気がするんですけど彼らにはその文字はないのかねない。ないのな,ないの うんねねないあーちょっとちょっとしくっちゃったな <laughs> ちょっとしくっちゃったなって安部さんうまくやれなかったら、ね、ちょっとしくっちゃったなってことそんな程度なのそんな程度よ全然そんな程度だってそんな程度でいいのいやいいわけはないけど、うん、彼らの認識ってそういうもんじゃないあのー、それで権力があるからいいじゃなくっていやの 権力あればいいんだよ別にって思うところまで私も理解できるんですよ本間さんそうじゃなくって新臓さん撃たれたじゃないですか、うん、ドーンってあれ見てもえー、なえー、なええなあいつが悪いっていう感覚でいるのいると思うねそ<れ>究極的にはそれって腹が据わっているのかあるいは鈍感なのか うーんとだからその両方だよねうんうーんとだから要するにさ他人の痛みにはもう何の興味もないの、うん。うんそれそのほらあのおいたわしいとかさ、うん、あのお悔やみ申し上げますとかそれは口先では言うよいくらでも腹の中ではさ、うん あっと、あいつは岸田派のトップだったんだが、これで、あっ、ごめん、岸田じゃ、安倍派だった、あのトップ、うん、トップがいなければ、安倍派が分,分裂するから、うちの派がもうちょっと上がってて、俺も大臣の目が出てきたとかさ、そっち、さっきそれて。それそれ,それ,それ命よりそっちのほうが大事だろ。大事、大事。だって、もう、市民毛量たちなんだから、あれは。あれは。<laughs> うん もはや。うん、人間の格好はしてるけど。うん、だからあれよ。やつ、か自民特に自民党の議員だってさ。うん、あれあれ。あのー、アビスの慣れ果てと一緒よ。慣れ果て。<laughs> またメイド品アビスな。慣 <laughs> れ果て。慣れ果ての人たちだろね。そうそうそう。第6層、深海第6層まで行って、 もう人間性を失なし、形まで変わってしまい、もう二度と人の世には戻れないけど、うん、黄金がここにはある、黄金がここにあるって言って、人口を返会社はじわぎがいしがは、はじわがばジャバばか、はじわぎとかってこう言っているあの人たちね。あの人たち。たちで、たまに。まだ人間の格好はしてるけどね、<え>こっちは。 あ、こっちは逃げる人間の格好してる。まだ人間の格好でてメイドン・ヤビスだとですね、あの、悪いことするとですね、法には裁かれないけど、生産という作業が行われてですね、うん、あの、黒い,、うん、いウネウにウニをってって、ぶちブチブチーッて、消えていくというですね。あれは自民党政治家は誰の果てか。そう。みんな、あれな。<laughs> はぁ、あ。 恐ろしいな。<laughs> 作家のつくし原作者のつくし明人さんもまさかこんなところで紹介されて絶対思われて思うけどね、メイドイヤビス。面白いけど。ねえ。ああ。そんなもんですよ。でも開会曽にして漏らさず、法の網に絡められ取られた方がまだましよ、みんな。そうじゃなかったら、神のあの網に引っかかって、地獄のエンマ様に連れてかれちゃいますよ。 ちなみにあの五輪スポンサー問題で、青木がダメって言うんだったら、私ちょっと一個腹立つことがあってですね、あの、朝日新聞、うん、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、日経新聞、北海道新聞、この6紙はですね、スポンサーなんですよ。うん、で、スポンサーの割になんか社説とか書いて、けしからーんとか言うてるじゃないですか。 お前らどうしたなんこれ、ね、五輪のじゃあちなみに今日のあの、えー、これあ昨日か昨日の、えー、毎日新聞シャツ組織委員会元理事を逮捕五輪マネーの闇の解明を!」とかっつって「いやあんたら払ってた側だよね」っていうあんたらなん何やんたらスポンサー料払って、うん、一番近くに座ってたじゃん。うん <laughs> 闇解明とかじゃなくって、いや、ジャーナリストとして、いや、やれよ。なんでね、今まで何もやらずにおいて、んで、検察が動き出したら、まあ、なんていうの要するに、この、お、あのー、鬼が、鬼じゃなくて、その、 もう検察の意を狩る、うん、虎の意を狩る狐っていう感じ、うん、ちなみに読売新聞五輪贈収賄逮捕平和の祭典に泥塗るとはっていうのだお前が泥塗ってたんだろ最初からしかもさ <laughs> 何が平和の祭典だよ <laughs> 何が平和の祭典だよお前アホかオリパラ,リリパ,ラパラリンピックやってる時にお前 ロシアがウクライナ堂々と侵攻してるやんもうあの平和の祭典っていうのはもうあれの時点で全部吹っ飛んだからねいや全部吹っ飛んだよね<え>で、まあ、ちなみにえー、っと朝日新聞社説「五輪汚職腐敗の祭典だったのか」いやいやあんたも全部覆してた側じゃないのよ腐敗<ら>祭典だったって書いてあるだろうってしかもそこのにねえそこに一旦 あのその一端が自分たちだったわけ。自分らでさ、こういときながら、で毎日でしょ、えー、朝日でしょ、読売、日経はちょっとまだね、そういう社説レベルでは確認できてない。で、あの北海道新聞はですね、もうとにかく、<laughs> 札幌五輪どうなるかなって、こう、頭抱えて。 壺の中に隠れてますね。札幌五人の推進団体に同心も入ってるからね。うん。うん。ってことは、うん、これ、やっぱす、すまあ、本間さんの本を読めば細かくわかるけど、一業種一社制度を廃止した電通、本当、うん、罪ですね。うん。うん。ますね。高橋の,その説明では、うん いや一業種一社ではスポンサーからの集まる金額が少なすぎて、うん、国民の税金を使ってしまうことになる、うん、だから一,一業種一社制度を取っ払ってスポンサーいっぱい入れられるようにするのは、うん、国民負担を少なくするためなんですって、うん、彼は言っていたらしくってわ、うん、あーそうかほらものもいいよだものもいいようだね <laughs> ええなーって だったら最初っからやるなそれはどこに行ったんや <laughs> だってあのこれ細かくはまた別の動画撮ってもいいですけど電通は1800億のミニマムギャランティー用意してたんですよね朝日新聞うとすごいよねで要するにあのどういうことかっていうとですね電通があのケツを持つという話ですよこれはスポンサーがたとえね集まなかったとしても、うん、1800億円までは 電通が負担しますという、うん、すごいよこのケツ持ちはねアコードなんてそんなこと絶対言えない言わない会社だからね、うん、あのー、そういう話ってね実はねあのー、いろいろ他にもあるのようんあのー、要するに似たような話ではさ、うん、テレビ局に対してねうん、うん、例えばさ「なんとか特番」ってあるじゃん,うん、うん、何でもいいよな、うん何とか特番、うんうんうん まあ、わかりやすくするために、例えば世界陸上。うん。ね。世界陸上、日テレにするあれ、どこでやってんだっけ俺も忘れちゃったけど。うん、まあゃ、例えば一番最初の。はい。日テレでやるのか、はい、TBS でやるのか、うん。富士でやるのかって言った時に、うんうん、テレビ局に対して、テレビ局がさ、いや、でも今のご時世、これコロナだしな、スポンサー集まんないかもしれないから、うん、あちょっと、うちではちょっと放送できないんで、 言ったら、うん、それを例えばさ、日テレがそう言ったら、いや、日テレさんさ、あのー、スポンサーもし集まんなかったとしても、うち、ん、が100億までは結末かる。うん。日テレお前のところに払ってやるからと。うん、っていうのことをね、平気で電通って言う会社なんだよ。お<ー>だからテレビ局の守護神みたいになってるんそういう話はね、博報堂ってね、絶対、 NG なあ<ー>、うん、ここは保証、ここまでだったら絶対保証するって、だってそれ、え電通さん、そういう風に言ってるけど、箱戸さんどうするって、うん、何回もやっぱり言われるのよ。なるほどでも箱戸はね、そういうことをね、あの言ってはならないっていう、まあ、不分立みたいだから、電通がすべてオリンピックを仕切るわけよ。うん ってことは高橋さんが税金が投入されてしまうっていうのはものは言いようで本音としては集まらなかったら電通が孫国ですっていう話じゃねえかよ結局 <laughs> まあねまあ彼も電通やめてるからいいんだけどいや電通から何かしらの見返りはあるでしょう、まあでスポンサーをもういらはいいらはい状態にしちゃえばさ、うん、その分やっぱり今回の青木みたいに、うん、自分を通す企業がだって 増えるる可能性があるわけいやあでもなものの言い方としてはそうだったんだななるほどねーっていう感じですねうんまあちゅうわけで今日は<え>あのまあ五輪ね自民党議員まで逮捕にもなるけどこのオリンピック自体が非常に醜悪なものだったんだよっていうことをね皆さんにお伝えできればと思って本間さんと動画を撮りましたいやー本間さん本日もありがとうございます そしてですねあの、こういうの、もうやめにしたくないですか政府がぐちゃぐちゃにするのやめにしたくないですか選挙の時終わったらやりたい放題、それを防ぐ方法、それをですね、18時、えー、本間さんとジャーナリストの今井はじめさんが語ってくれますので、ぜひ見てほしいなと思います。それでは、えー、皆さん、本日もありがとうございました。どうもありがとうございます、まあ。テレビ風に言うんだったら、チャンネルはそのままに。東京五輪の滞在、<laughs> ぜひ買ってね。 はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。